菊芋を今日は洗ってみましょう。菊芋の洗い方です。菊芋は菊芋の泥がいっぱいついてるときは落としにくいので、まずはお湯でお湯で土をこれ溶かして流しましょう。で、菊芋はこのたわしがいいです。亀の子たわしで落とすと一番これがいいです。こういう土の部分を亀の子たわしで、あち、落とす。どんどんこの毛の長いたわしがいいんです。この隙間があるので、ベコボコしたところもこんなに綺麗にね、すぐなっちゃうんで。傷がついてるところはこう赤くなるので、ここはね切っちゃっていいんですよね。切っちゃえばね、こうやってね。でこれね、目もすぐ切っちゃう。この切った目を捨てとくと、ここから目が出てきて、このちっちゃいのからもきついものができる時がある。すごいきついもの生命力がある。こんな感じで洗っていくといいと思います。亀の子たわし、これ日本にしかないかもしれないですね。これがベスト。菊芋シーン。